プロメアはその映像表現だけではなく、日本の娯楽作品が描く、災害表現の変遷が興味深い作品になっています。ここでは、2019年にリリースされてから4年近く経つので、結末込みで紹介しています。このチャンネルでは、コンテンツ探偵メタが、2020年前後の新しい古典を取り上げています。一般的な YouTube チャンネルでは、 作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますので、よろしくお願いいたします。もちろん、プロメアフはその後に、サイバーパンクエッジランナーズに繋がるような、アニメスタジオトリガー流のカラフルで、大胆な構図を途切れなく楽しむことができます。リアルをコピーしなくて良い、 アニメならではの表現主義といったところでしょうか。なので、その災害の描き方も独特です。バーニッシュという炎を操ることのできる人種な突然変異的に発生します。このバーニッシュが周囲を炎を包む事件が多発し、しまいには世界大炎上と呼ばれる事件が発生。地球の半分が焼き尽くされます。つまり、プロメアも災害後の終末を描いた作品の一つです。 大災害から30年近くが経過し今も人間とバーニッシュは対立しています人間はバーニッシュを差別していますし、一部のバーニッシュは炎によってテロ攻撃を仕掛けます。主人公のガロは、タイテロ舞台バーニングレスキューの一員です。少しぼかしますが、悪役は半沢直樹の堺雅正人が演じています。その目的は、地球が崩壊するので、他の惑星に移住すること。つまり、地球が崩壊するので、他の惑星に移住すること。 手段として悪を行っています。本来、主役を演じることが多い堺雅人のように、これは2010年代前半の作品の主人公に多く見られる動機です。社会のパイが増えない定常化社会では、登場人物の積極的な欲望というのは、他人から奪うことなので、政治的、経済的に何かを達成するといった欲望をベースに削撃しにくくなっています。結果的に、窓かマギか、 東のエデンのようにえむ主人公は災害などの負の影響に対し反射的にモチベーションを抱えることによって物語が進みます。ではプロメアの主人公ガロはどうでしょうガロもやはり対テロ部隊の一員で普段は炎を防ぐ仕事をしています。では物語を駆動する負の影響地球規模の災害を防ぐかというとそうではありません。むしろ災害をさらに完全燃焼させます。 人体も燃えていますが、一応、人間は熱くないらしいです。つまり、主人公と悪役は、物語の上では当然対立していますが、実は災害に対しては同じベクトルの上にいます。これは2001年の「猛烈・大人帝国」で、主人公の野原慎之助と悪役のイエスタデー・ワンスモアが、物語では対立していますが、証拠主義的な価値を共有しているのと同じです。プロメアでは、 すでに災害が先天的な日常になっておりその中でキャラクターたちは私的な幸福を優先して暮らせます2010年から2020年の作品に多く見られる明るい週末です